ジョージ・ウルフ・ジョージ・モンド・ウルフは、アメリカ合衆国の騎手、カナダ出身、アイスマンの愛称で知られる、カナダ・アルバータ州、カードソンの牧場で生まれた。母は、サーカスの曲の利子で、父もロデオの騎乗経験があるという環境もあって、彼が10代の時には、ロデオや競馬で騎乗を始めている。1928年に、サラ・ブレッド競馬のプロ騎手として、バンクーバーで騎乗を開始し、 その後メキシコが州国ティファナ、そしてカリフォルニア州アルカディアに移った。サンターニタパーク競馬場を拠点とし、当時のアメリカのトップ騎手の一人であり、大レースを前にしても冷静沈着であったことから、アイスマンの愛称で知られる。彼は、糖尿病患者でもあったため、無理な減量ができず、騎乗数を抑えていたものの、97の主要、ステークス競争に優勝し、ハリウッドゴールドカップ、 アメリカンダービー、ベルモントフューチュリティステークスはいずれも3連覇を達成したほか、1935年に当時初の10万ドル賞金競争という触れ込みで、創設されたサンターニタハンデキャップモアザカールという、馬で、後にアメリカ競馬殿堂入りしたエクイポイズ、トゥエンティグランドといった早々たる名馬を破って優勝し、記念すべき第1回の勝利騎手となった。 アメリカ三冠競争では、ケンタッキーダービーは2着2回の未勝利だったが、1936年のプリンクネスステークスを優勝している。また、1938年のピムリコスペシャルハンデキャップでは、シービスケットに起乗し、前年の優勝馬で三冠馬のウォーアドミラリとの2頭立てのマッチレースで破った点も特筆される。シービスケットは、彼の乗った帰乗馬の中で、 最高の競争場と答えている。しかし1946年1月3日、サンターニタパーク競馬場の第4競争において落馬、翌日死亡した。35歳の若さでのトップ騎手の死は国内に衝撃を与え、1950年にはジョージ・ウルフ記念騎手賞という彼を記念した騎手賞が創設されたほどであった。18年間のキャリアで、 通算3784,721勝2着589回、3着468回、勝率は19.1%であった。また1955年にはアメリカ競馬殿九1956年にはカナダスポーツ殿九1976年にはカナダ競馬伝道入りを果たしている。また彼の銅像もサンターニタパーク競馬場の ヨーロピアンスタイルパドックに建てられ、遺体はカリフォルニア州グランデールに埋められている。2003年の映画シービスケットではゲイリー・スティーブンス騎手がウルフ役を演じた。スティーブンスもアメリカ競馬伝道入りを果たしており、またウルフ記念賞も1996年に受賞している一流騎手であった。ありがとうございます。